音が見えるような感覚というんでしょうか、音が肉厚で太い柔らかいレーザーでふわーっとこう飛んでいく感覚、それが離れて聞いた時により鮮明に感じました。オーバーに言っているわけではなくて、音から音楽が溢れてくる感じっていうのをこのピアノの響きからちょっと感じました。それではこちらのピアノを紹介いたします。ヤマハ中古アップライトピアノ UX1980 年製のピアノです。 UX は1975年から80年までの5年間製造をされておりました。その中の80年製のピアノです。こちらの UX の特徴として、整備をしている段階で割と内跡と擦り傷が少し多めでした。クリーニングをしていて整備をしても取りきれなかった内跡や擦り跡ございました。なので価格帯を少しぐっと下げさせていただきました。 UX としてはかなりお買い得なピアノとなっております。後でご紹介もいたしますが、さすが UX です。今日も一緒に新井さんとご紹介をしたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速タッチ、音色、響きそれぞれご紹介いたします。まずはタッチです。率直な感想を言うと、今までの UX のタッチ感というのは初動が軽いというふうなことを私は結構動画でお伝えをさせていただいていたんですけれども、この UX に関してもちろん初動の軽さは感じるんですけれども、それよりも指にしっとりと伝わる、まとわるアクションの質量感という方が第一印象としてはありました。鍵盤が指に吸い付いてくるようなアクションとの連動性、そんなものを私感じたんですけれども、新井さんは弾いてみてどんな印象でしたか？私も一緒で、本当に本当です、本当です、本当で和音を弾きたくなるような、すごいずっしりとした、やっぱり指に吸い付いてくるようで、でもなんかぬめり込んでいくような感覚にちょっと私は陥りました。ぬめり込む、ぬめり込む、なんかなんかなんだろう、やっぱり吸い付く、なんかいい例えが、そうだね、おそらく弾いてみると軽いっていう印象よりも重ためって言ってもしかしたらいいのかもしれません。重たいけれども、それが嫌な重さではなくて、指でアクションを操作している感覚っていうんでしょうか、アップライトピアノのアクションはこうやって縦になっております。それがハンマーが弦をこう打ってるんですけれど、音をコントロールするときにある意味歯がゆさ、歯がゆさというのはわずかに生じる、指を動かした瞬間に力がハンマーに伝わりきらない一瞬の間、そんなものをたまに弾いていて感じることがあります。それが、弾いていてアップライトピアノの歯がゆさだったりするんですけれども、その少しモヤモヤした感じ、歯がゆさが極端に少ないピアノだと思います。弾いていてすごく私も気持ちよかったです。次に音色です。音色は新井さん弾いてみてどんな感じでしたか？私いつもこのアラベスクを弾いているんですけども、今日はゆっくりめに弾きました。っていうのもこのピアノ1音1音が
遠くに飛んでいく放物線のような放物線を描いているような音の響き方をしているので、一個一個の音を聞きたくてゆっくりめに自分で味わうように弾いたので、そういう響きが好きです。うんうん、私も少し離れたところで聞いていたんですけれども、音が見えるような感覚というんでしょうか、音が肉厚で太い柔らかいレーザーでふわーっとこう飛んでいく感覚、それが離れて聞いた時により鮮明に感じました。音が見える音色っていうんでしょうか、現行品とはまた異なる音の、あえてお伝えするなら湿り感、音のしっとり感、それをこのピアノから感じることができました。この音が好きという方たくさんきっといるんではないでしょうか。最後に響きです。弾かせてもらったシューベルト、それを私少し離れたところで聞いていたら、単音の美しさっていうのを非常に感じました。ペダルを多用しなくても音一つずつに響きが乗っかっていってくれる感覚で、それが和音になった時の響きが溢れ出てくる感覚というんでしょうか、オーバーに言っているわけではなくて、音から音楽が溢れてくる感じっていうのをこのピアノの響きからちょっと感じました。新井さんは自分で弾いてみて、で私が弾いてるのも少し離れたところで聞いてみて、どんな印象でしたか？私も斉藤さんの演奏を聞いて、音がどんどん重なっていくので響きが立体的でした、うんうんうん、はい、非常に立体的で、ただ音量が大きいというわけではなかったですよね。そうですね、うん、なので響き、音をバーンと弾いた時も音のトゲというのはないんです。音がただ大きいというわけではなくて、このピアノの肉厚な音色、それが重なり合って立体的な響きとして広がってくれる、響きの構築というのを考えていく、そんな勉強も十分にできる響きの感覚です。すごい今の斉藤さんの説明とても納得できて、うんうん、一つ一つの響きがどんどん積み重なっていって、すごい高いトーンになって、で立体的なトーンになっていく感じで、こんな弾き方ができるんだなと感じました。非常にピアノを学ぶ上で重要な要素を表現してくれるピアノの響きだと思います。最後に外装をご確認ください。まずは、天屋根、最初にもお伝えさせていただいたんですけれども、クリーニングもちろんかけてあります。ただそれでも取りきれないものであったり、そういったところを実際にご来店して確認ください。まずは天屋根です。すり跡がございます。低音側のこの辺、原井さんここ見てわかりますか？は見えますね、うん、なのでここにちょっと髪の毛のようなすり跡ご確認できるでしょうか。あとは全体を通してややちょっとすり跡がございます。そして上前、鍵盤蓋ときて、鍵盤蓋の低音側もこの辺、原井さん確認できますか？そうですね、こことか、あと光に当たると何本も細かい線があります、うん、なのでここはちょっとご来店したとき、しっかりとご確認をお願いします。そして最後、つまど台ご確認ください。つまど台にやや多めにすり跡がございます。そして高音部のつまど台です。さあ波を打つように白く割れございます。ここは塗装やパーツ交換もできませんでした。
これ以上、塗装が割れたり剥がれたりということはないんですけれども、この点だけご容赦いただければ音に直接の影響はございません。いかがでしたでしょうか。ヤマハ中古アップライトピアノ UX1980 年製のピアノです。タッチ感はしっかりと指先に粘りのあるタッチ感、非常に弾いてて質量感を感じます。音色は音を遠くまで飛ばした時に見える放物線を描くような非常に太い肉厚な音色です。そして響きはその肉厚な音色が重なり合って立体的な響きの勉強をする上では非常に効果的なピアノの響きだと思います。タッチや音色、響き、トータルバランスに優れたピアノだと思います。非常に私も弾いていてずっと弾いていたくなる、これぞピアノという印象でしょうか。新井さんは弾いてみてどんな印象でしたか。そうですね、私もいろいろな曲を試したくなるようなピアノでした。とても好きです。非常に私も好きなピアノです。ただ外装にやや擦り跡が多かったりとか、そんなところをもし気にされるお客様いらっしゃれば実際に見てみてぜひ納得してお買い求めください。いかがでしたでしょうか。ヤマハ中古アップライトピアノ UX1980 年製のピアノです。皆様からのご連絡、ご来店お待ちしております。はい、お願いします。それではこちらのピアノを、そうですね、まだ英語になってないですか。英語になってるつもりでした。早速私もすごい弾きやすく感じて、ずっと試し弾きをしたく、ずっとこのピアノを弾いていたくなるような感じになりました。もう一回感じになりました。